演舞開演。どうも、本日はこちらローソンの日向夏のパンナコッタを食べたいと思います。前に甘夏のパンナコッタか何かあったような、それの日向夏バージョンかな。ではいただきます。あそこは控えめか、甘夏とはまた違うね。以前食べた甘夏のパンナコッタに比べると甘酸っぱさが強く、その分苦味は控えめですね。でも苦味もちょうどいいアクセントになっていて、ただの柑橘類とはまた違った美味しさがありました。宮崎県産、またいつか果実も食べてみたいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。